どうも、もちろんレーシング代表の小林之介です。今日私はね、久々にねスラロームのポールやったんですよ。まあ、今日はね人数が結構少なくて、で、まあ、結構レーシング、志望の方が少人数でいたので、自分もちょっとね一緒にだからワンピーで、行って、でスラロームこのポール入りながら、3人かな、トータルで3人でこうぐるぐる回るみたいなね。僕は最初に滑って、でその後2人滑って、下でアドバイスして、でちょっとフリー、その下のフリーもちょっと見てっていうのを、ぐるぐる、午前午後でポール滑りました。今日の8本はね、レーサー目線で言うとすごく、条件が良かったです。ちょっと僕は国体に行ってる間に1回雨が結構大量に降ったみたいで、でそれが固まってですね、下の方が結構ね硬いんですよ。でそこにいい感じでね天然雪が混ざって、すごく滑りやすくてスキーが反応する雪だったんですよね。でその中で、もう今シーズン2回目かな、スラローム、やってまいりました。もう結論から言うとめちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかったでね、やっぱりね、今日もう本題になりますけど、ポールやった方がいい。もうすべての皆さんやっぱりねポールやった方がいいです。基本的にはただポールに入るだけではなくて、その中でタイムを伸ばす、タイムを伸ばすにはどうしたらいいかっていうアドバイスを僕がする。でまたタイムが伸びる、で、ある意味限界点が見えた時にまた改善しなきゃいけない。これを基礎で直す。やっぱね上達したいと思ったらもうここですよ、ここ。これはね今日僕自身もすごく思ったこと、僕ね基本的にスラローム全然その後ろに抜けちゃって、いつも言ってるように山回りが結構得意な選手なんで、やっぱりそれ以上伸びなかったんですよ。特にスラロームみたいな速い動きになると山回りなんかしてたらもう間に合わないんで、っていう意味すらよく分かんなかったですね。だけどそれがだんだん滑るようになってきて、今シーズン2回目とは言ってもですね、まず俺やっぱ昔から比べるとスラローム上手くなったなって自分でこの40歳になって、自画自賛できるぐらいにはなってきたんですけども、そこで僕がいつも心がけているのは、これは GS もそうですスラロームもそうなんですけども、やっぱり谷回りでスキーをたわませるってことですね。これ僕もう再三言ってきてるんですよね。で自分自身も再三やってきたつもりだったんですけども、ある程度滑って、よしこれ以上は早く滑れないだろうなっていうようなタイムが出た時に、この谷回りをもうちょっとやっぱり意識したら、これ以上のタイム、出るかなっていうふうにちょっとやってみたんですよね。基本的にはまっすぐ突っ込んで曲がるということが一つ、直線的にラインを取るってことですね。でそれに対して必要なことを探ってたんですね。で、やっぱり早い段階からスキーを捉えて谷方向で、スキーをたわませる。でやっぱりその3時4時ではもうエッチング終わりにしなきゃダメだよねみたいな、自分が最も不得意にすることをちょっと練習しようと思ってやってたんですよ。でね今日なんとね、なんか知らないけどこううまく噛み合ったんでしょうね。いろんなものが噛み合った中で、もうこれ以上はタイム出ないよっていう、大体25秒6秒ぐらいのコースでスラロームやってたんですけど、そこからそのなんかがねバッチリこう、はまったというかビシったんですね。俗に言うビシる。でこれでこれ以上タイム速くなんないよなってなったところからいきなり2秒速くなったんですよ。嘘でしょっていう、自分もね、なんかもう1問目行った時にこれビシッた、これ来たなみたいな感じで、こういうことみたいな。でものすごくスキーが勝手にたまんでくれて、オートマチックに。でもう本当に2時から3時で踏んで3時でアウトなんですよね。もうなんかこれもう今まで感じたことないような感覚で、自分でもねものすごく速く滑れてる。で自分で滑ってるのかスキーに滑らされてるのかよくわかんないんだけど、とにかくこのアトミックスキーがキャンと一気に水を得たように全て自動でやってくれて、本当に3時でエッチングやめられるんですよ。でタイム見たら、さっきより速いだろうなと思って見たタイムが2秒速いっていうね、これはね本当自分の中では衝撃的でしたね。谷回りってこんなに重要なんだなっていう、
まあ本当に俗に言うコーチが、まあ、谷方向に向かって踏んで山側にはもう踏まないっていう、まあ、よく言う、まあ、フレーズですよね。もう教科書通りのタイムの出し方がこんなにも重要なのかっていうことを僕は今日ね学びました。で、まあ、そこで僕がまあ一番感じたことはやっぱりね、これまでまあ僕のまあメンバーシップ動画でも本当いろんなこのまあ低速まあプルーク防御を中心にした7人プルークだプルークファーレンだ、いろんなことをこうまあ週1回ですね、毎週月曜日に配信してきてるんですけども、その内容っていうものは確かにこれ必要なんですよ。確かに必要なんだけども、最終的にはどうなりたいのかってなると、この今日僕が感じた僕の感覚では、今谷方向にスキーがたわんでくれたら正直何でもいいんですよ。何でもいい。でもこの、この感覚を得るまでにいろんなことをたどってこなきゃいけない。だからその7人プルークは7人プルークで結構まあ、ズラに来てくれる方、まあ、レッスンに入られなく、入っていない方でもね、八方で見てると、ああの人頑張って7人プルーク練習してるなっていう、あるいはまあ多分僕の YouTube チャンネルを見てる方だと思うんですけども、7人プルーク練習 してる人いっぱいいるんですよ。でなんだけども、その7人プルークっていうものは確かに重要な、まあ、コンテンツの一つなんだけども、それで滑るわけではないってことをちょっと頭に入れてほしいなっていうふうに一つ思いました。っていうのは、まあ、最近ねよくこの質問を受けるんですけど、まあ、前回のラジオでも言ったけども、自分がどうなりたいのかわからないんですと。要は何をしたらいいかわからない、だからじゃあ7人プルークやってみましょうとかね、まあ多分他のコーチもそうだと思います。じゃあこういうテーマでやっていきましょうって言って、果たしてうまくいきましたかっていう、なんか僕もそうです。7人プルークは7人プルークで、あ、踏めるようになりましたっていう風に言ってくれくださる方はすごくいて、それはそれで OK なんですよ。ただ最終的にどうなりたいのって言ったら、まあ、今日の僕のスラロームで感じた谷回りで勝手にスキーが本当に1時から踏めて 1,2,3 でターンが終わる、スキーがたわむっていう、ここが一番やりたいことですね、レーサーで言えば。まあ、技術戦の方は山周りも少し見せなきゃいけないっていうのもあると思うので、やっぱり4時からもしかしたら5時ぐらいまで引っ張る人もいるのかもしれないんですけども、まあ基本的にはやっぱこの辺りなんですよね。普通に滑った時にスキーがたわんでものすごく圧力を得て、そのスキーが推進力を得て、で早く抜ける、もうこれなんですよ結局は。いろんなことを言ったとしても、だからそのためにこれできちゃうとですね、なんだ7人プルークなんか必要なかったんじゃないかとか、プルークファールなんか必要なかったんじゃないかって思う方は結構いると思うんですけど、いや違うんですよ。 あれもこれも全部あった状態で臨まなきゃいけないんですよね、そこに。だから最終的にはその動きって本当に見えなくなっちゃう、小さくなって分かんなくなっちゃうんですよ。で本当にできてしまったらコロンブスの卵で、なんだ簡単じゃんみたいな風になってくもんなんだなって自分自身が今日学んだんですね。本当に僕の YouTube 見られてる方で、まあ、7プルクとか本当にそういったことを熱心にやられる方っていうのも本当に多くて、それはそれで本当頑張ってほしいし、頑張ってる方はもう偉いなっていう風に応援したくなっちゃうんですけども、ここですごく重要なのは、それができたからといって全てが良くなるよっていうわけではないってことですね。なんだけども、これがまたね、それができたら全部がうまくいくっていうパターンもあるんですよ。何が言いたいかというと、これ人それぞれなんですね。なんか本当に思ったのは、やっぱりそのポール、まあ、冒頭で話したポールをやった方がいいですよ皆さんっていう、でこのポールをやるっていうことの意味っていうのは、やっぱりねそこにも目標物があるんで、もうそこでどうやっても曲がらなきゃいけないと、しかもタイムを出しに行かなきゃいけないっていう状況の、まあ、メンタルの中でやっていくには、やっぱりね早くから捉えることの重要性っていうものがもう強制的に身についてくるんですよね。これはやっぱりね、なんだかんだ言ってもベースはこのポールにあるんだなってすごくやっぱ思いました。僕自身もねフリー滑走してる時と、やっぱりそのポールの中でやってる時と全然やっぱ違うんですよね。確かにフリー滑走はすごく大事だと思います。なんだけども、やっぱそこにポールがあって、さあ行くぞってなった時に、やっぱその集中するその
集中度合いっていうかもう全く変わってくるし、なんかねそういうことでやっぱり本当久々にスラロームとかねやってみて、まあ、かなり細かいね中で、まあ、バンバンこうやってみた中ですごく感じたのはもうそういうことですね。だから僕は改めて、まあ、初心に帰ったというかこのマゼロマレーシングをね立ち上げる中でやっぱりポールをね多くの人に、まあ、そのカジュアルに届けたいっていうのが結構やっぱ一つあったんですよ。なので、まあ、本当にウェアしか持ってないワンピ持ってないとかねそういった方でもカジュアルに入れるようにやってみてくださいよっていうことでできるようなその環境、やっぱりねポールってすごいっすよ、そこで曲がれって言われてるんだから。で、自分のリズムっていうよりは立てたセッターのリズムで滑んなきゃいけない、それを攻略しなきゃいけない、で自分がそこに合わせていかなきゃいけないんだけどその中で自分はタイムを出さなきゃいけないっていうようなもう強制力がすごく働くんで、やっぱりポールってものはねこれ絶対必要、もうね絶対にやった方がいいと思う。もちろんねゼロワンレーシングだけじゃなくてポールやられてる方環境っていうのは、まあ、あちこち全国にあるので、まあ、お近くのところでチャンスがあれば皆さん本当ぜひやってみてください。まあ、もちろん僕はね八方でやっているので、まあ、この来シーズンに向けて、まあ基礎練習もねものすごくやっぱ大事なんですけども、まずは自分が、今どのぐらいの位置にいるのか何をしたらいいのかっていうものが可視化して見えるのはやっぱポールですね。もうタイムで出ちゃうし、そこで曲がれる曲がれないがもうはっきりするし、ギリギリのラインを攻めていってコンサートすることもあるし、そこで自分の限界が見えて、あ、早く捉えられてないんだなっていうことがまあ全て見えるんですよ。あともう一つは強制的にこの腰の柔軟性が身につくってことですね。だんだん踏めてくるってことなんですよ。でもその中でどうしても踏めないよねこの腰ではっていう方もいらっしゃるんですよ。でそういう方を僕は連れ出して、じゃあ何本かちょっとこのナイプルークで柔軟性を高めてみましょうとかね、なんかそういったことでレッスンに結びつけるとこもできるなっていう、なんかやっぱここですね今日すっごくいい一日だった、なんか自分の中で、まあ、今でもねちょっと忘れられないですね。あの時の一歩あれ俺相当早かったと思うんですね。なんかこういう風にスキーって滑るんだっていう、なんかこの僕がここまでやってきた中でも皆さんと同じような素朴な疑問感じますね。どうやって滑ったらいいんだろうって結局のところ、まあ、こういうことっすよね。今はもう本当に動きが小さくなっちゃって、まあ、膝を返すななんだっていろんなことをまあ考えちゃいるんですけども、最終的にはスキーがたわんで曲がってくれたらもうそれが答えなんですよね。なんかスキーって多分そういったことでそんなにうまくいってる時っていうのはね、そんなに力入れるスポーツじゃないんですよ。だけどその全部がビシってる状態っていうのはずっと続くわけじゃないから、そんな中でやっぱりじゃあ筋力トレーニングもやんなきゃいけないし、あの練習この練習ってねこの意識とかねそういったものをやっぱり高めていかなきゃいけないっていうものが、まあ、やっぱり練習の進め方なのかなと思ってます。まあ、今日本当にね、久々に、まあ、ゼロワンのキッズの、まあ